はい、皆さん、こんにちは。今日はですね、数学検定3級の解説ということで、第262回の解説をしていきたいと思います。まず、2次の数理技能検定問題1の解説をしていきますね。問題1はこんな問題でした。え富士山の山頂へ向かう登山ルートは4つありますえ。下の表ですね、ここの前の画面にある表ですけど、4つのルートの登山口の標高、まあ、高さですね。 2 0 0 0ルを基準にしてそれより高いときはその差を正の数で高いときはプラスで低いときはその差を負の数でマイナスで表したものですこれについて次の問いに単位をつけて答えなさいということで問題を解いていきたいと思いますでは解説始めますまず1番ですけれども御殿場ルートの登山口の標高は何メートルですかというふうに書かれていますから えー、表の中で「御殿場ルート」のここですね「マイナ五5 5 0に注目してください。はい、え基準が 2,000m でこっちより高い時は正つまりプラス低い時はマイナスで表しますっていうふうに書いてありましたね。 今五点場ルートではマイナ五5 5 0というふうに書いてあるので2,000から550左側に行けばいいということですつまり引けばいいっていうことですね。よって式は2,000引く550で計算すると1450になります。単位をつけて答えなさいですから答えは1 4 5 0ル になりますねでは括弧2番いきましょう括弧2番はですねここに書いてある富士宮ルートの登山口は御殿場ルートの登山口より何メートル高いですかっていうことで今御殿場ルートは1番で1,450メートルっていうふうに答えを出してましたね。では同じように富士宮ルートもプラス +400 ですから答えを出すとえ基準が 2000なのでこの基準から高い時はプラス低い時はマイナスでしたね。なのでプラス +400 なのでここから 400m 進んで 2,000+400 で2400。富士宮ルートの登山口の標高は 2400m だっていうことがわかります。で 富士、えー、宮ルートの登山口は御殿場ルートの登山口より何メートル高いですかっていうことはこの1,450と2,400の差を求めてくださいねっていうことです。なので二千四百で終わってはダメなんですよ2400から1,450を引いて950、えー。答えは950メートルというふうになるわけです。 また別回として気づいてる人もいるかと思うけどプラス +400 これ富士宮ルート基準からですね五点場ルートはマイナス5 5 0なので一番でやったようにこういった、えー、数直線が書けるわけです。じゃあ、えー、ここが五点場ルートでここが富士宮ルートなのでその差ですねどれだけ離れてますか高いですかっていうことはこの差を求めればいいので。 別解としては五百五十足四百で九百五十というふうに求めれるというのも知っておくといいかもしれません。はい、以上がですね問題一の解説になるわけです。え政府の数まず初めに習う中学校の数学で習うことっていうのはこの政府の数なんですがえ何を基準にしているかですね中学校一年生で習うときっていうのは、まあ 政府の数というのはゼロを基準にしてやるんだけれども、まあ、実生活の中ではこういうふうにある大きさを基準にしてそれより高い時はプラスそれより低い時はマイナスというふうな使われ方をします。をします。なのでこういう表ですね表が出てきたときに基準は何なのかっていうことをしっかり確認しながらものの大きさをね測っていくっていうのはすごく大事なことだからぜひこういった問題を通じてですね あ、こんな使い方もあるんだなっていうのをしてほしいと思いますそれでは問題一の解説を終わりたいと思います